こんばんは。どうも。3月の7日そうですね、めっちゃあったかい今日、びっくりした。風が吹いてなくて、あったかかったですね。もう春か。でも春と言ってもまた寒くなりますよね多分。でもなんか昼より夜の方があったかかったような気がする。昼はまだ風があったのかな。今週暖かいのか。今週暖かいのか。また寒くなるよね。最後ろ見た。もう3万回再生いってるかな。サヤゴロ回再生を狙ってるんですけども、まだか。まだかな。サヤゴロ回再生狙ってる。そうですね。本当は五老会再生にし狙おうと思ってたんですけど、五老会再生五老おおでもいや、さやごろうにしようと思って、さやごろう
そうそう。こんばんは。今何回だろう。まだ見てない。答えてくれてありがとうございます。ちょっと見るのがまだちょっと見る勇気なかったけど教えてくれました。なるほどね。え、でも6500回、え、でもすごいね。だって最近だよね。え、昨日昨日、え、じゃまだ昨日やん。記憶がやばい、記憶がやばいけど、あ、昨日で、え、すごくない？じゃあ1日経ったけどさ、もうすでに6500回再生されててすごくない？すごいと 思ってしまうんですけど、今までで一番ペース早いかもしれない。やったー。これはさやごろう会再生も夢じゃない。イエイ。あ、シリーズ的には累計10万回突破。おお、これはすごいんじゃない？これはすごいんじゃない？わかんない。大々的にスタッフさんにすごいとかは特に言われてないから。すごいかわかんないけど、全然。すごいのか。私はすごいと思うけど、そうだね、なんかスタッフさん的には5万回再生ぐらいは行ってほしいという感じでしたね。ねえ、そうなのか。そうだね。そっかそっか。まあハードルはね、高い方がきっといいと思うけど、でもすごい嬉しいことだよね。今回もまずは1万回再生。嬉しい。ね、まだコメントされてない方は、サーヤンと動物がほんわかしてるのがいいねっていう感じのコメントをお願いします。ジャイアント動物や
あ、違う。これからもほんわかなサヤゴロウと動物たちが見たいなみたいな。みたいな感じの。こんなに癒される動画ありがとうございますね。そうですそうです。みたいな感じでね。そう、本当に全然そう誘導してませんからね、みたいな。全然そうみたいなって感じです。そうですよ。確かに。そういや今日前髪切りました。だいぶ視界が開けました。嬉しい。いつもこのぐらいまで切ってもらうけど。気づかなくていいんですよ。別に気づかなくてもいいんです。毎日見るほど分かんなくなってきませんか、そういうのって。久しぶりに見たらあれなんか違う。トリートメントもしてもらって、だいぶ髪の毛が生き返った。でも髪は全然切ってないですね。整えてもらっただけ。今は伸ばす意向にしてるから。とりあえず髪質いいですねって褒められました。美容師さんとかメイクさんとかにも褒められるの嬉しいよね。もうファンの方も見てくれるからね。ファンの方もね、そうだよ。その中でも髪専門のプロとにね、ちゃんとしっかりしてますねって言われたって。
そうそうそう。そうだね、たこ焼き屋さんにたこ焼きを褒めるみたいな、そんな感じです。そう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 、嬉しいよね。でもだいぶ分かりやすいね、今の。だいぶ分かりやすい、ね、ああなるほど。そうだね。たこ焼き、大阪に行ったらめっちゃ食べたくなるんよね。私ソースネギマヨが一番好きなんですけど、時々ないんだよね。できない。いやー、ネギとソースとマヨは必須だね。美味しいけどね、他のも。でもやっぱたこ焼きといえばかな。やっぱ塩が人気なの。まあ4種類とか4種類あって、こう好きな味のたこ焼き食べていくのもいいけど、か。お好み焼きも一緒ですね。ネギとソースとマヨ。ソース好きかも。焼きそばもです。ソースとマヨのあの組み合わせいいね。最近気づいた、焼きそばってふりかけがもう大事なんだね。ふりかけありとなしでまた違いますね。ソースとマヨいいね。あ、青のり。ふりかけじゃないっけ、青のりか。私が言ってるのはあれね、インスタントの方だ。
最近食べたからな。カップ焼きそばのやつはふりかけなんです。すごい、ずっと好きだよってきた。よし、そうですね、だいぶ。自炊してないな。確かに。そうだね。気が向いたらですね。長いこと。フライパン使ってないな。長いことコンロ使ってないから、久しぶりに使う時ってめっちゃ怖くない？なんかちゃんとつくんかなって思ってしまう。そうなんよ。そう、私コンロですよ。 IH じゃない、火です、火。火火力が違う。火の使い方うまそう。そんなそんな印象？火の使い方うまそう。私大丈夫かい？してん。火があんまりちっちゃい頃から扱ってきてないからな。お母やんがね、そう、私に料理する時も火に近づけさせんようにしとった。危ないからって言ったけど、でも急に料理しなさいってなってなんか急に料理しなさいってなって、なんか作ってみなさいってなって
作ってみたけど、めっちゃ近くで、なんかまず事前に前の日何を作るかって、レシピあるかってなって、レシピ見せて、それを全部買ってきた。そうだよ。そしたらそのレシピの中にあるなんかお好みでごまもつけてどうぞみたいなやつもちゃんとそれを見てて、それをちゃんと買ってきてて、私これ使わんよって言ったら、探して買ってきたのにみたいな、ちょっとごめんってなった。そうだよ、ごめん。お好みだからね、ちょっとね寂しい。お好みでお好み焼きのトークとつながった、やったわ。でも私ね、レシピ見たら結構作れるんですよ。私結構作れる人なんですよ。やったわ。そうそうそう、だけん、でも ST 入ってからちゃんと自炊始めたから、一番最初はねやばかったんですよ。だいぶだいぶやばかったけど、なんか野菜の切り方とかも、家庭科授業とかではもうやってたから、まあまあまあ分かってたけど、そう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 、でも時々お母やんの料理してるとこ見てたからね、まあ大丈夫、そこら辺は大丈夫だったけど、そう家庭科検定みたいなやつは3級まで取れた。すご、全然すごくないと思う。でもそれは家庭科 3級は、なんか味噌汁作ったから、それができたら3級です。カッタルが判定、それは家庭科の先生が判定する。日給なんだろうな、わかんない。3級以上に取ろうとしてなかったかもしれないと、何するんだろうね。2級は4級はあれよ、キュウリの早切り
キュウリの早切りってすぐ4球はできて、これいいねってなって、3球なんだってなった。なんか味噌汁みたいなやつ作って、結構だいぶ野菜も変な形だったし、何回もやけどしたけど、でも家庭科の先生が味見をして美味しかったら OK なんですよ。そう、何回もね、沸騰したお湯みたいなやつにね、沸騰してないかな、何回も、そう、で先生が食べて、うん、なんかちょっとゴロゴロしてるけど美味しいってなって、イエーイ。あ、飯って沸騰させていかんの、あ、じゃあ違うね、じゃあ沸騰してないわ、あ、沸騰してなかったけんやけどせんかったんかな、なんかやけどするほど熱かったけど、確かにやけどせんかったわ。確かに。確かにそうかもしんないです。どっちなんだい？めっちゃ曖昧、記憶が、私記憶どんどんさ本当に薄れていくから大変。そんなこんなでいろんなのことしたよね。マグロの解体難2級はすごいね。マグロの解体え2級だいぶ、あ、筆記とかあったような気がするな。マグロの解体一級どうなるんや。一級はフレンチのフルコース、すっごっ。すごっ、シェフやん。一級やばいね。いや、ちょっと高校生のうちじゃ取れなかったね、そりゃ。確かにマグロって練習できない。あ、資格、あ、別の資格、あ、別のやつね。家庭科ででもフレンチのフルコースってすごい、家庭科超えてるね。あ、ありましたよ、裁縫みたいな、裁縫みたいなやつもしたよ。家庭科結構、でもそれは結構ね、そのミシンとかね、ちょっと苦手やったな。なんか怖かったんよ、ミシン。なんかあれさ、怖くない？ちょっと怖いよね、あれ。なんかよく分からんけど、なんか怖く感じてしまうよね。しかも何回も私ね、このロックみたいなやつを間違えて下ろさずに、多分こう下ろすのを忘れてて、何回もなんかぐるんぐるんぐるんみたいなこと言って、それが嫌やった。ぐるんぐるんぐるんって、あーみたいな。それしたらなんかすごい、一回ピーってして切ってからまたここ、嫌なんよあれ。
そうそう。実際家庭科と技術の技術だっけなっていう科目あったっけ？技術って何？もはや技術ってもはや、うん、どういう名前、うん、そう図工、図工の進化系よね。図工急に技術になってな。そのさ今思ったけど技術って言われたらなんかすごいあってなる。技術ってそこまでそんな大くくりにして、まだ図工とかやったらなんかわかるけど急に技術って。急に、え、そうです、なんかあの銀のやつでなんか作ったりしましたね。あれ何だったんだろうな、本当に記憶めっちゃ前だけど、なんか銀のやつでなんか作ったよね。ハンダゴテ、ハンダゴテ、それそれそれ。今でも使う？すごい。なんか作れたよね。銀のやつ？てか銀のやつで通じるのすごくない？銀のやつでさ、あれもしたわ。でもあれ理科か、あれ銀のやつで通じたんだ、すごい。なんか作ったんだよね。もっと木材、木のやつ、木のやつをなんか切ったりした。あれやん、家庭科であれ作ったよね。リュックサックじゃなくてなんか作ったんだよね。ナップサックか、それ作ったよね。なんか私その頃何でもかんでも周りと同じのように行動してたから、全然好みじゃないのにそれにしてた。なんか周りの友達らがそれにしとったけん、なんか私もそうしなきゃってなって、違うものが本当は良かったけど。それ覚えてるわ。それを覚えてるわ。そうそうそう、人と違うことがね家やったんよ。目立ちたくなかったからね。今だったら自分が好きなものを作るけど、
切ないね。オルゴール、あ、オルゴール作った気もするけど、めっちゃ遠い。自画像。なんだ。美術。そうそう。彫刻やったよ。彫刻が一番苦手だったかもしれない。よく保健室に行ってた、授業中に。そう、そう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 。ちゃんと怪我してね。その勝手に行ったんじゃないよ。苦手すぎて勝手に授業中に行ったんじゃないですよ。そうそう、ちゃんと怪我して。あ、そう、気づいたらね、そう、こう集中したらさ、こうなるじゃん。そしたらちょうどヒュンってなって、そう、ちゃんと気づいたらここにあるんよね。あ、そう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 、なんなんだろうね、あれ。でもそういうのが、そういう授業があったから、パッて見たらできるかもしれないもんな。彫刻刀ね。な、彫刻刀完成覚えてないよ。どうなったかな、完成。なんか黒いやつを覚えてんの。なんか黒いやつをのこう写したら黒くな、黒と白があってみたいな。あ、版画、版画か。あれすごい時間かかった気がするな。多分居残りしたもん、版画。すごい長かった記憶がある。あれも何だったんだろう。あれも完成形あんま覚えてないもん。何だったんだ。絶対覚えとくべきよね。何が得意だったんだろう、私。音楽が得意だったけど、やっぱ吹奏楽部だったからかな。ほぼ覚えてないね。リコーダーもなんか得意ではないけど、でもできるって感じだった。リコーダーもさ、大人になったらちょっとしなくなっちゃった。でも絶対するよね、リコーダー。そこでリコーダーして
音楽楽しいなとか思った人がなんか音楽に進んだりするのかな。歌とか楽しいなと思った方が吹かないよね。てかどこに行ったかも分かんないもん。多分家にあるけど ありがとう。ピアニカ？ピアニカ？ピアノ？あ、鍵盤ハーモニカ、あれよね、ふーってしたらなんかピアノみたいなやつが音が鳴るやつふーってしたら、あれもなんかドレミのシールが貼ってあったらできました。あれさ、シール貼ってあるやつと貼ってないやつがあるんだよね。貼ってあるやつがいいんだよね。うん。あれは結構できた気がする。え、バカにされた。全然全然貼ってた、貼ってたっていうか誰かが貼った馴染みみたいなやつがありました。自分のじゃなかった気がするんだけど。待って、自分のじゃなかった気がする。もうそのあれも記憶もないけどめちゃくちゃ知らない人の使ってた。わかんない、何の記憶もない何の記憶もない、わかんない。いや違う、ちゃんとちゃんと学校のやつよわかんない、わかんない、ちょっとすいません、ちょっとわかりません。本当に覚えてない本当に覚えてない、やばいね。いやー、わかんないな。探さないで、探さないでください。やばい。やばい人扱いされてる私。やばい人扱いされてない。本当に覚えてない？これやばいね。なんかこんなに覚えてないんだね。それにしても。もしかしてだけどだよ。もしかしてだけど、そうですか。もう結構記憶が変わってしまうところありますので、だって年代系じゃないんですよ多分ね。
世代的じゃなくてですよね。覚えてないな。こんなに覚えてないものか。でも鍵盤ハーモニカの存在を覚えてるから、リコーダーは自分のですね。修学旅行も覚えてるよ。でも本当に橋橋です。うん、そうちょっと悲しい時だけ覚えてるわ。でも中学校が一番楽しかったかも。今も友達、一番仲いい友達になったこと、同じグループだったんよ。なけん楽しかった。ふん。確かに10年前、そうだね、10年前ぐらい。もう10年間だ。じゃあもう10回ぐらい誕生日をお祝いし合ってるかも。そんな感じしないけどね。いい話だな。10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。
ふむ。やばい、今日時々ちょっとあれですね、脳が止まるわ。今日はね、ちょっといろいろとあった。あ、満月ね、めっちゃ綺麗よね。昨日ぐらいにね見たんよ。めっちゃ綺麗だった。写真撮ろうかなと思ったけど、写真じゃ全然うまく撮れないよね。狼男おるんかな。え、おるん。え、待って、ここのルームにここのルームにめっちゃおるんやけど。え、待って、絶対嘘や。絶対おる。絶対嘘や。絶対嘘。これだけはわかる。いくらどんな話でも信じる私でも、これだけはわかる。そうだよ、結構何でも信じるけどね。狼女？だから狼男がおるならおるかもしれんよね。見たことはないけど。羊人間羊人間え、狼男からの羊人間羊人間もいるの？え？羊の人間なの？どっちなの？え？子猫人間？え、子猫人間？え、でもあれよ、雪男はゴリラよね。え、ゴリラじゃない雪男は、あ、ただの男雪山にいるな、男だったの雪女もじゃあ雪山にいるただのあ、普通に、あ、それは普通にね。あ、普通に人間ね。あ、まあそっか、そりゃそうか、そりゃそうだよね。雪、そうだよね。はあはあ、あ、人魚姫とかね。人魚姫も
ジラ姫。いやクジラ姫マーメイド、なんかマーメイドって言ったらすごいなんかね、なんかやっぱプリンセスって感じがするけど、ですよね。実写か。待って、いろんなコメントがありすぎても、いろんなコメントがありすぎてちょっと。ね、今日はそう、今日のあのコメントの情報量すごい。この私でもなかなかに、なかなかにまとめることはできませんでした。この私でもね、まとめきれんかったわ。そうなんです、やばい。うん、ショールームの明日のまとめできん。ね。すごいよ。もういつもね、メール送った後にね、あ、こういう話もしたなって思い出すよね。あ、これこういうのも、あー送っちゃったって。え、おお。お。あ、たこ焼きの話したね。そう、今日の公演 DMM 最前で見てました。コールがね、久しぶりに聞きました。懐かしかった。懐かしかったけど、なんかでも2期生も本当に 3,4 回しかしたことないけん、まだ新鮮な方の気持ちだからさ、まあ、懐かしさもあるけど、ほぼ本当にまあね、3年ぶりっていうのもあるけど、そうそうそう、そうですそうです。そうね、私がサーヤンで
サワー嫌なんだよ。はい、やめてね、サイアン、サイアン以外は。やめてよ、そんなサヤゴロとか、ゴロが、ゴロが、サヤゴロ、超絶かわいいサヤゴロ。ちょっとな、ゴロはそれはもうお母やん、お母やんやん、そんなゴロー、ゴロー、ゴロシちゃん、ゴロゴロゴロシちゃん、コンコンガチャ、おさやぼう、おさやぼう、っていうのは本当にじゃなくて。サーヤンでお願いします。いや本当に本当よ、これこれ本当やけんね、おさやごうじゃなくておさやぼう。なんでやろね、ゴロ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 シャン、私がずっとゴロゴロしとけんかな、もしかして今思ったけど今思ったけど、私がずっとゴロ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 しとけんかな、休みの日とか最近ゴロシャンになったんかな、今ちょっと思ったよね、ずっとなんでやろうと思ったけど。そういうことかな、ね、ま、真相はわからん、いつもね休みの日はね、そうお昼過ぎまでね寝とるんよ、でお昼ご飯食べてまた寝るから、それが一番好きなんよ私の中で、昼ご飯食べてまたちょっと眠くなって寝るみたいな、その分その日の夜は眠れなくなるけど、それが私の休みの日の定番、そう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 、ふん、お昼ご飯も各自用意って感じだったんで、冷凍食品とか食べて、パスタかたこ焼きか何かで食べたら、冷凍食品とかカップラーメンってさ本当にすぐ食べ終わるけんね、時々同じ時間に兄弟も起きてきたら一緒に食べて、なんか話してちょっと話したら兄弟はすぐゲームしに行くんで、私は寝る。
でもそういう時結構話すんよね。そう思ったら仲いいよね。何気なく話す。確かに特技、いや特技にしちゃいかん、ゴルゴルはやばいぞ。じゃあ特技、特技のゴロゴロ披露お願いしますって言われてもちょっとできないわ。そうだね、趣味、趣味にしようかな。そうだね、これも結構いろんなメンバーにもうできるやつなんでね。なんだろうな、探してはいるんだけどね。だいぶ趣味はいっぱいあるんですけど、特技がね、めっちゃ地味なやつならいっぱいあるんですよ。地味な特技はいっぱいある。STU メンバーの全員のフルネームを漢字で書けるとか。地味なんですよね。でもそれは、それはでも、披露しにくいけどね。そう、難しい字だけがちょっと不安ですね。そう、ちょっと弱いなほらプロがいる。そう言われるんですよね。そんな風にスタッフさんに言われる。ちょっと弱いな。お腹鳴らすのも結構弱いなって言われるよね。お腹鳴らしもね、弱いなって地味だなって。でも実際披露した時はそのベニュー101のスタッフさんはすごいびっくりされてて、なんかお腹の音鳴らすなんて聞いたことないなってすごいなって言ってた。アイドルでお腹の音鳴らすなんて聞いたことないな、すごいって。そう。あ、じゃあそろそろ終わります。
ポジティブ変換か、やっぱり。へこみがちなの。まあそうなるよね。ネガティブ変換はやばい。ポジがいいよ、ポジが。まあどっちもできそうだよね。どっちかってやったらポジだね。上げで、そうだね。ネガは私の通常だ。趣味かも。趣味はネガティブ変換、特技はポジティブ変換。自己肯定感ね、上げなきゃ。そう、二刀流です。二刀流。根拠のない自信っていいよね。自信に根拠は確かにいらない気がする。そんなに今買った？やばい、もう見てない。あ、見た。じゃあ、あ、A ちゃん、フジポンさん、立花隼人さん、クミトラさん、ロックオンさん、マイセンさん、ミツルンさん、カホンマサウサギさん、コッペさん、神戸のヒッキーさん、ケンタロウちゃん、ホタテ様、シンジさん、メガバイトさん、ナルカリさん、ちくわドーナツさん、犬ちゃん、イクゴぴょんぴょん、ゼータンさん、ユウさん、たかしさん、あおちゃん、王子様ひろったよさん、大西くん、きちねさん、たんたんさん、えびすさん、がっちゃん、らくらくさん、すいやんさん、ミッドナイトシュガーさん、くまきち、くまおさん、りんさん、さんぱちさん、イエーイ、ありがとうございます。ではでは、ねえ、リンコといっぱいラーメン食べに行こう。ラーメン食べ行こう。
ラーミョンね。好みのラーメンがね、一緒ですから。うん。ラーメン。そっか。ねえ。でも本当に凛子に出会えてよかったよね。出会えてよかったよっていう気持ちで、とってもいっぱいで、あとはね、残りの時間にはなってしまうけど、笑顔で過ごせたらいいよね。うんね、笑顔のチャンスも。お、ウキウする心60万再生やった。じゃあ今日は寝ましょう。今日は寝ましょう。睡眠。おやすみ。グッドナイト&グッドラック。バイバイ。おやすみなさーい。